日立製作所の僕と申します。私がデザインしたのはこちらのドラム式洗濯乾燥機 BD-STX130J です。洗濯機は衣類をきれいにする道具であるという考えをベースに、洗濯機という道具そのものをきれいで清潔な存在にしたいと考え、外観、利便性、機能性を含めドラム式洗濯乾燥機の新たなスタンダードとなるデザインを目指しました。外観造形のコンセプトとして無駄な装飾を排除したありのままの美しい姿を表現したいと考えました。そこで塊の一部をカットした必要最小限の造形処理で仕上げ、環境に心地よく調和するスリムな印象のフォルムとしています。本製品では機能・容量の面で3つの大きなアップデートがあり、それに合わせて造形も洗練させています。1つ目は洗濯機内部に搭載した自動掃除機能によって、本体上面にあった乾燥フィルターがなくなりました。それにより部品同士の分割線や段差などを減らすことができ、清掃性の高いクリーンなデザインとすることができました。2つ目は洗剤柔軟剤の自動投入タンク及び手動投入エリアです。こちらは利便性を高めるため開口を広くし、収納蓋には今汚れ構造を採用するなど、より扱いやすいデザインになっています。3つ目は幅60センチのスリムボディのまま13キロの大容量化を実現しています。本体の幅は当社従来機種 BD-STX120H と同一でありながら、洗濯容量は12キロから日立のドラム式洗濯機では最大となる13キロへ大容量化されています。洗濯槽の大容量化に合わせ、奥行きが深いドラムでも楽な姿勢で衣類の出し入れができるよう、洗濯槽を高い位置に配置し、デザイン上で利便性を向上させています。本製品のワイド液晶タッチパネルの UI は新しい筐体のデザインに合わせリデザインしています。洗練された本体形状とリンクするようにシンプルなカラーを新たに適用し、クリーンな印象で操作のしやすい UI を実現しました。家事を助ける道具としての意味合いが強い洗濯機ですが、暮らしの中にインテリアの一部として存在することを念頭に置いて細部にわたりデザインを行いました。本体に使用しているオフホワイト色は黄色みを抑えたニュートラルな色調で、部品ごとに細かく色味を調整してマットな仕上げと調和する美しい CMF を目指しました。また本体の側面にあたる後半部にもマットな質感を採用してより一体感のあるデザインを仕上げております。今回は本体のデザインだけでなくロゴのデザインも刷新しております。ロゴのデザインについては洗濯機の本質である洗浄力、こちらを水の勢いをモチーフにしたデザインとして新しくデザインをしております。ユーザーが洗濯機に求める基本性能や手間を少なくするニーズに応えることはもちろんのこと、清潔な洗濯機を維持していくためのお手入れも楽に済ませるなど、日本の住環境、生活スタイルに合わせてデザインすることで、家事に縛られすぎないゆとりある楽しい時間を創出したいと考えています。この製品の機能はこちらです。詳しくは概要欄をご覧ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。